全てをやり尽くそうとする高積のチーム。つかの間の夕食の時を終え、メカニックとの打ち合わせが始まる。コーナースリックでさ、ムーンテイクロードなんかガーンなんか食いついてさ、入ってくるんじゃん。あれ全然ダメだもんね、うん、パターンタイヤなんで、グニャーって出てくる。うん、OK ね、そういうことで、ミッションの方だけ頼ます。そうね。で、タイム確認してみないと分かんないからね。うん、そうだね。今のミッションのやつは大体タイムが出るはずでしょ。うん。うん。それとはどのくらい良くなるかどうか。うん。多分タイム的にはこういうちっちゃいサーキットだからタイム変わらへんと思うんだけどな。なかなか、まあ、だから逆に乗りやすさと。うん。乗りやすいとこ選ぶ、うん。うん。もうちょっと上で詰まりゃいいけどな。私はこの間のあれからすりゃフランコシャン賞は入れられへんわ。ローツコでトップ上吹いとんねんから、うんうん、それは絶対無理やわ。オッケー、そしたらそういうことで明日、はい、ご苦労さん。そうした運命までも変えようとする。一人の時間を持ちコンセントレートする彼は、時の流れも自分のものにしてしまわない、気が済まないと周囲に思わせるほどの気迫を漂わせていた。明日は勝つ、レースは自分のためにある、そう自分を思い込ませ、それを信じてスターティンググリッドにつくのだ。
だいぶね、向こうの方がアクセレーションいいから、うん、でも今日はトップスピード俺の方がちょっと良かったしね、でそれでなんとかごまかせたいう感じ、うん、そうやね、やっぱし2台おったでしょ、初めやった、杉さん、ありがとう、ありがとうやったね、ついにやった、やった Thank you Very good race Thank you嬉しいよね。やっとだね。ありがとう、杉さん。なんか一言。日本のみんなに、そんな大それたこと。ついに勝ち取った優勝、チームは笑顔でいっぱいになる。しかし目標は世界チャンピオンだ。高積の心の中の喜びは瞬く間に通り過ぎていった。